2023年5月14日、ウクライナのマリャル国防次官は、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州バフムート周辺において、ウクライナ軍がロシア軍の陣地10カ所以上を奪取したことを発表していたね。それに加えて、ロシア軍の旅団長クラスの大佐2人を戦死させたことを SNS 上に投稿して発表したね。バフムートにおいてもウクライナが優勢になりつつあるってことだね。そうだね。さて今回はそんなバフムートでの攻勢について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。マリャル国防次官は13日にもウクライナ軍がバフムート近郊において北西と南の2方向から攻撃を実施して前進しているとして、半年以上も激戦が続いていたバフムートの戦況が次第にウクライナ軍にとって優勢に転じていることを示唆していたんだ。また、ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問はバフムート方面におけるウクライナ軍による反撃の動きについて、同国軍が近く着手するとの観測が出ている本格的反転攻勢作戦の序章だとして指摘したことを、同顧問にインタビューを実施したドイツメディアの記事をウクライナメディアが伝えているね。そして、ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、イタリアに続いて訪問した、ドイツのショルツ首相との会談を実施し、ドイツによるウクライナへの軍事的経済的支援に謝意を表明したよ。その会談後の共同記者会見においてゼレンスキー大統領は、今年、我々は侵略者ロシアに取り返しのつかない敗北を与える、と表明して、全領土奪還のための戦いを続ける意思を示していたよ。このバフムートにおける戦況の転換について、某週刊誌に元陸上自衛隊中央即応集団司令部幕僚長の、二見雄氏元陸将補が、ワグネル傭兵部隊のトップであるプリゴジン氏が弾薬の不足を訴えて、大騒ぎをしていた4月30日前後が戦いの分水嶺だったと思われると述べた記事が掲載されているね。そして、ウクライナ軍がバフムート市街地に突入して戦うのでは大きな損害が出る可能性があるので、バフムートに関してはロシア側のワグネル戦闘部隊が展開している市街地を砲撃で叩き、市街地近郊の南北の地域に展開しているロシア正規軍に対しては、ウクライナの機械化歩兵旅団で攻勢をかけて抑え込み、市街地に取り残さされるワグネル戦闘部隊が、補給路の遮断と包囲される危機感を与え続けながら、増援に来るロシア軍部隊を確実に叩き潰していくのが良いと語っているみたい。つまり二見氏の予想では、ウクライナ軍が攻勢に出て攻め立てられたとしても、意地でも退却せずにバフムート市街地に残るだろうと思われるワグネル戦闘部隊をおとりとして、ロシア軍をバフムート市街地とその周辺に誘い込み、次々と叩き潰していく作戦だというわけだ。そうであれば、バフムートからウクライナ軍の大反転攻勢が開始されることは想定しづらくなり、バフムートでは優勢の立場に立ったままでワグネルを市内に封じ込めたままにしておき、救援に来るロシア正規軍の部隊をその場に釘付けにするか括弧撃破し続けて損耗させることになるね。ウクライナ軍がバフムートの南北の地域を確保した上で、バフムート市街地を包囲する形を取ることによって、ロシア軍はウクライナ軍による包囲を防ごうとして奪還された北と南の地域へ増援を送って、包囲網の形成を阻止しようとするから、この状態を継続してロシア軍を引きつけて前言するという作戦だね。市街地へのロシア軍の補給線をあえて残しておき、そこを弱点として狙い続けることによって、南部戦線などで陽動作戦を展開するよりも楽にロシア軍兵力を引き寄せることができて効率的に前言することが可能となるってわけ。それに対して東部ドンバス地方に展開しているロシア軍部隊が次々にバフムートに投入され続けることになるが、ドネツク州南部のザポリージャ州近くの部隊は動かすことができないため、ロシア軍はルハンシク州に配備した部隊を救援に回さざるを得ず、ウクライナ軍はロシア軍の兵力が薄くなるだろう。クピャンスク、クレミンナ付近に、バフムートに向けられる予定だった。予備部隊を投入してルハンシク州のスバトボやセベロドネツクを奪還までが視野に入るね。ウクライナ軍がここまで東に攻め込んだ場合には、ロシア軍はザポリージャ州に展開させていた予備軍を、東部ドンバスの防衛に回すことになるから、
ウクライナ軍は西側諸国の戦車や装甲戦闘車両が配備されて新たに編成された。12個旅団4万万人の機械化狙撃旅団機構旅団をザポリージャ州メリトポリに向けて進撃させて、一気にアゾフ海沿岸まで打倒してロシア本土から続くヘルソン州及びクリミア半島の補給回廊を遮断することが可能となるんだ。そしてこの間は、高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システム MLRS から、発射する長射程 GPS 誘導ロケット弾 M31 や、この度イギリスから提供された射程 250km 以上とされる長距離巡航ミサイル、ストームシャドウなどの長射程兵器によって、ロシア軍の後方にある兵站集積拠点や司令部、兵舎などの重要拠点に対して徹底的に破壊し続けることで戦力を削ぐことを継続しておくことはもちろん必要とされるよ。ここ最近、ウクライナのゼレンスキー大統領はウクライナを支援する各国への訪問を実施しているが、これは大反転攻勢作戦についての説明と、その成功のために必要な支援の継続を、自ら訪問することで念押ししているものとみられているよ。そして、東部戦線においてはじりじりと投進しつつ、南部のザポリージャ州とヘルソン州を奪還した際には、次の目標としてクリミア半島があるが、その奪還の前にはそれまでに損耗した部隊の補充や再編のための時間が必要となり、体制を立て直す間には消耗した弾薬と、ロシア空軍の航空機による空爆やミサイル及びドローンなどによる、攻撃を防ぐための防空システムのさらなる充実と対空ミサイルの補充なども必要となり、さらにその際にはアメリカをはじめ北大西洋条約機構NATO各国が提供を拒否している、F-16 などの西側の新鋭戦闘機の供与も必要になるとみられているね。ウクライナ軍が旧ソ連陸軍の伝統を今でも引きずっているのであれば西側諸国から提供された戦車を押し立てて、同じ旧ソ連陸軍のドクトリンによって成り立っているロシア陸軍との大戦車戦が展開される可能性が高いんだけど、現在のウクライナ軍はアメリカ軍をはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国によって、訓練がなされているため、そのドクトリンはもはやアメリカ軍と同じとみられるよね。アメリカ軍の地上戦におけるドクトリンは圧倒的な航空戦力をもって航空優勢を確保した上で、敵戦車をはじめとする地上軍戦力を損耗させた後に戦車と歩兵を繰り出すというものであり、味方にも相当の被害が出るだろう戦車戦による殴り合いは極力避けるものとなっているんだ。第二次世界大戦後に勃発した朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争など、いずれの戦争においても、アメリカは大規模な戦車戦をできるだけ避け、海軍の空母打撃群も含めた、強大な空軍力によって敵戦車部隊を壊滅させることに注力していたもんね。そのことからすると、この侵略戦争の終点がウクライナによる 100% の領土奪還と見越しているだろうアメリカが、現時点では拒否している戦闘機の供与を認める可能性は高いとする見方が出ているよ。アメリカがウクライナへの戦闘機の供与を認めた場合にどの機種が選ばれるかといえば、まず選ばれるのはウクライナ側からも切望されている F-16 ファイティングファルコンであろうと見られているね。その理由としては、現時点において第一線で活躍している高性能機で5000機もの生産機数を誇り、NATO 加盟国の多くで採用されているため西側戦闘機の中では提供可能な在庫が豊富であり、他の高性能戦闘機と比べて運用コストが安いことなどのほか、空中戦能力や低速時の飛行性能が抜群であり、爆弾やミサイルによる地上攻撃や対艦ミサイルで水上艦への攻撃も可能なマルチロール機多用途機であり、まとまった機数をすぐに集められ、メンテナンスと部品調達が容易で、訓練施設や操縦経験者が豊富であることなどが挙げられているね。ウクライナが自国領土からロシア軍を駆逐できるかどうかは、F-16 が供与されるかどうかにかかっていると言っても過言ではなく、アメリカのバイデン政権の判断が注目されているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。